はい、皆さんこんにちは、浅垣敦です。10月3日ね、6時を回りました。先ほど売却相談会を終えて帰ってきました。今日はなんと1組でしたね。ゆっくりお話をさせていただきました。はい、ちょっとね、告知がね遅くなったんだね、1人だったのかもしれませんけども、はい。次は11月ですね、11月の半ば、14日だったかな、に計画しておりますので、またお知らせをいたします。さて、相談会やってる時にですね、不動産屋さんたちと話をしていたんですが、トランプ大統領にですね、レムデシビル、これ多分ね、アメリカの会社でしょうね、レムデシビルという薬が投与されたというふうにニュースが流れてきました。一部にですね、高熱を発しているというフェイクニュースもありましたけども、当局から発表されたのは、軍の病院に移ってですね、軍の執務、その病院の執務室、大統領執務室があるんですって、そこで執務を取り行っていると。で、酸素吸入はしていない、レムデシビルを投与したという発表でございます。本当かどうかは知りません。というか、どう言いましょうね、仮にね、どう言いましょう、危ない状態に陥りかけていたとしても、そうは絶対発表しないと思うんですね。治療中であると、軽症で、執務に支障はないというふうに発表されるはずです。で、今のところですね、ペンス副大統領ですね、に執務を委ねると、代行させるということにはなっていないんで、重症化していないということは何となく推測はできますが、土曜日、今日土曜日だし、アメリカもそろそろ土曜日が始まる頃じゃないかなと思うんですけども、土曜日日曜日でございますからね、緊急の用事でもない限りはお休みなんですね。で、本来なら選挙運動をなさっているはずでございました。で、このレムデシビルという薬をですね、そのこれは、エボラ出血熱に使うために開発されたというふうに理解してるんですけども、1月頃からですね、中国がですね、盛んにこう使ってこの効果を試していたというようなことが書いてありますね。で、これを投与したということが、嘘ではなければですね、こんなことで嘘つくとは思えないんですけども、アメリカですから、何らかのですね、そのこの医師団がですね、この薬を使うのが一番有効であろうというふうに判断したわけでした。これね、日本でもですね、5月7日にですね、緊急使用の承認がなされているわけでした。日本がね、その日本の国内の臨床を経ず、あるいは外国の信頼できる国の臨床を経ずに、この薬の投与を使う、許可するというのはですね、珍しいことです。もともとね、エボラ用ですから、そのどう言いますかね、大きな副作用とかはですね、心配は少ないというふうに思います。ただ日本ではですね、この重症患者しか使わないというふうにどっかに書いてあります。それを使っているということでございましてですね、これが一番効果があるんだと、重症患者じゃなくても効果があるんだというふうに医師団が判断している可能性もあります。で、私がどう考えるかと言いますと、執務が取れないほど深刻ではないにしろですね、この抗ウイルス薬なんですね、ウイルス全般に効くと言われてますけど、抗ウイルス薬を使う程度のですね、症状が出てるというふうに想像します。で、発表したということはですね、医師団はちゃんと治療してましたということをアピールしてるわけですね。で、ここにですね、大統領側近たちの政治的意図が絡められたかどうかって判断はできませんけども、
そんなピンピンしててですね、感染したけど症状は出てませんということでは絶対にないはずなんです。この薬を投与するほどの症状は出ているということでして、酸素吸入をしていないとわざわざ言ってるということはですね、する可能性があるということではないんかなというふうに思います。で、またペンス副大統領は執務を代行していないというふうな発表をなされていまして、そのうち代行する可能性があるでという予防線でもあると思います。で、まあ、190センチ110キロというふうなね、あれですからね、その体型ですんで、まあメタボといえば若干メタボですね、メタボですねそれでですね、パッと見高血圧そうな感じがします。で、大統領のどう言いますかね、持病なんていうのはもう国家機密ですから発表されないですけども、まあなんかあって叱るべしですね。でもものすごく元気ですけどね、見た目にはね。ですので、もしこの方がトランプさんがですね元気に戻ってくれば、それはほぼ当選間違いないということは昨日も申し上げましたが、アメリカ人の白人男性74歳メタボ気味もしかして高血圧という条件はですね、まあ2-3% ぐらいの割合でですね、もしかしてということをですね想定しなければならないかも分かりません。ジョンソンさんはね、生死の境をさまよいましたから、ジョンソンはだいぶお年です、トランプさんは。だから今どうでしょうね、アメリカの政府から政府機関、あるいはミリタリーはですね、もしかしての動向をもしかしての事態に備えてですね、急速に、ね、体制をこう整えているはずです。で、アメリカの新聞社は予定稿を書いているはずですね、日本の新聞社もあるいは予定稿を書いているかもしれません。まあでもね、2-3% と私は思いますので、 97% ぐらいは大丈夫というか、また戻ってくるやろうと。ただしね、お年ですからね、これ後遺症がきついらしいんですよ。なんで、万全というか、まあ回復してね、元と同じぐらいの活動ができるまでには若干時間かかるんちゃうかなと。軽症でなければね、軽症で済めばですね2週間で出てくると思います。入院は数日間というふうな発表もされてますけど、なんなもん別に初めから2週間とか言うてられへんやん、そんなんね。大統領ですからね、2週間かと思ったらね、それをなんていうか当てにしてですね、なんかアメリカによからぬ仕掛けをするような人が出てくるかも分かりません。なんせアメリカですから。だから数日間と言うてますけど、なんか数日で済むわけないやんと。多分まあ短くても2週間かなという気はしますね。つまり決して軽症ではない、治療が必要であって病院の執務室から出られない、ということなんで、我々はやっぱりあれですね、油断できませんね。で、今後注目されるのはですね、バイデンさん大丈夫なんということですね。もうその最初に発表されてから PCR 検査は1回2回やってると思うんで、結果はですね、新聞というかメディアに発表されて、しかるべしだとは思うんですが、まだそっちのニュースが出てきませんね。タイミングを図っているのかもしれません。で、これものすごいオクトーバーサプライズなんですけども、本来これがなければオクトーバーサプライズになるネタはまだあったと思うんですよ。で、それを世に出すタイミングを見計らってるんじゃないかなと思いますね。それはバイデン側にもですね、トランプ側にもあると思うんですね、オクトーバーサプライズのネタは。もう早出したらええのになと思うんですけども、なかなかちょっとこれに勝るネタはないでしょうから、すぐには出さないでしょうね。だからタイミングを見計らっていつにしようかなって、トランプが回復したら出したんねえみたいにですね、要はトランプ回復しておめでとうって言うてる時に、なんかすごいのガンと出したらですね、その回復の勢いをそがれるでしょう。
なんかそのタイミングを見計らってるのかもしれませんね。今のままだと回復しない可能性があるって、その場合は選挙で、どうでしょうね、かなり不利な材料ではないかなと思うんですけど、回復してしまえばですね、トランプも再選がかなり濃厚になります。もう間違いないと思うんですけど、何もなければね、でもそこでオクトーバーサプライズを出すんでしょうね。それにトランプ側としてもですね、自分がその今コロナと戦ってるのに、そういう有力な材料を出してもですね、大した話題にならない、バイデンさんをなんか貶める材料を出してもならないと思うんで、これはもう、これも戻るまで待ってるんでしょうね。で、戻らなければね、大統領になりませんから。はい、ということでですね、水面下でいろんな動きがありそうやなと、大統領選挙のね、そういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。